明日からもうお店はやっていけませんって何をしてもなんか悲しく感じるとかさ、いろいろあるんですよ。女性って本当にね、いっぱいいろんなもの背負ってる。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、40代に突入したあなたへ、40代になったら気をつけてほしいこと、知っておいてほしいことお話ししていきたいと思います。40代って言ってもですね、40歳から50歳までの10年間あるわけで、この間に女性の体って大きく変化するんですね。美容においても体の変化のことにおいてもですよね。40代が結構ターニングポイントになってきて、精神的にも体的にも結構辛い思いをする。肌のことにおいてもそうなんですけど、いつもお肌のことを話してるので、今日はちょっと体に起こるですね、変化を踏まえてどのように対処していったらいいのか、また気をつけておいた方がいいのかっていうことをね、お話ししたいなと思います。まず40代になったらですね、皆さん今まではあまり感じなかったかもしれないんですけれども、徐々にエストロゲンが減り始めてくるんですね。大きく減り始めるのは45を回ってからです。徐々に減り始めてくることによって、ちょっとずつ弊害が起こってくる。なんか最近疲れやすくなったとか、気持ちの浮き沈みが激しいみたいなのこととか、眠れないことがあるとか、以前よりも乾燥するようになったとか、今言ったことって一見関係はないように聞こえるかもしれないですけど、実は全部つながってるんですね。体の中ではこれは徐々にエストロゲンという女性ホルモンのね、減少がちょっとずつ起こってくるからなんですよね。女性ホルモンのことって実はね、母親にすごく体質が似るっていう風に言われてます。お母さんにね、どういった更年期を過ごしてきたかっていうのをね、一度聞いておいてみるといいと思います。そうすると心構えができます。45から55ぐらいまでの10年間ぐらいを更年期っていうんですけど、更年期障害っていうのはあんまりない人もいるんですね。うちの母親も本当になかったって言ってました。ちょっと暑いな寒いなっていうカーディガンの脱ぎ着をいつもよりも頻繁にしてたなって言って出たけど、そのぐらいだったかな。私も実際そんな感じで、更年期障害はなく更年期っていう時期を終えてしまいました。今40代に入った方、まだね、更年期障害ではないですよ。でもすごく重い更年期を迎える人がいるかもしれない。その時にね、先手を打って対処しておくといいっていう風に言われています。例えばエストロゲンの減少を食い止めることはできないんですけど、それを補う成分があると言われています。2大巨頭がプラセンタとエクオールですね。プラセンタ知らない人いないと思います。エクオールっていうのも知ってる人は絶対知ってると思います。プラセンタとエクオールは更年期の不具合を緩和してくれるっていう風に言われていますね。エクオールっていうのは大豆イソフラボンの中に入っているものなんですけど、大豆イソフラボンをね、取るとエクオール酸性菌っていう腸内細菌で持ってで、エクオールっていうのに変換されるんですね。このエクオールっていうのがとても女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをするんです。エストロゲンが足りなくなってきたら補うような、過剰になってる人は抑えるような、要するに調整役みたいな感じ。あと例えば男性ホルモンのアンドロゲンってありますよね。アンドロゲンを抑える働きもあります。中年女性は男性化するってよく聞きませんか。女性ホルモンが下がってきて男性ホルモンが優位に立っていくと、口ひげは濃くなります。顎にも毛が生えてきたりしますみたいな。声が太くなります。顔もふわっとしたお顔じゃなくて、キメが粗いちょっと硬いお肌、そういうようなお肌になってきます。これはですね、年を取ってるからというよりは男性ホルモンが優位に立ってしまうんですね。更年期に入ってくるとですね、それも抑えてくれるとかね。あとは抗酸化作用があるとか、骨をね、脆くなっていくのを防ぐとか。女性ホルモンって本当そういう風に私たちの体をね、守ってくれてたんですけど、それらが悲しいことにちょっとずつ減るっていうね、不調がね、すごくあるのが40代なんですよね。エクオールって不思議なことに、ただ大豆イソフラボン、納豆いっぱい食べればいいっていうもんじゃなくて、エクオール酸性菌っていうものを持ってる人は日本人は 50%、 2人に1人だって言われてます。これまだマシな方で、ヨーロッパとかアメリカとかだと 30% に満たなかったりします。あと面白いことに、関西の人と関東の人を比べると、関東の人の方がエクオールを酸性できる菌を持ってるらしいです。なぜかっていうと、これ実は納豆を食べる習慣が関西の人にはないからだ。腸内細菌って生まれ持ったものという
量よりは食生活で作られていくものなんですよね。小さい時から納豆を食べている人はイコール酸性菌が多いってことなんでしょうかね。そういった面白い統計も出てたりするんですけども、とにかく2人に1人だから、一生懸命大豆食べててもそれがエクオールに変換されないと実際意味がないんですよね。そういう方の場合は病院に行って検査してもらえば実はすぐ分かるそうです。病院に行った時にエクオールを酸性できるかどうかっていう、そういう体質かどうかっていうのを調べておくといいかもしれないですね。プラセンタはですね、歴史めちゃくちゃ古いです。美容目的でプラセンタが使われてきたっていうのは本当ここ数十年のことだと思うんですけど、例えば秦の始皇帝とか不老長寿のためにそれを食べてたとか、クレオパトラが食べてたとか、医療の父のヒポクラテスさんもプラセンタを治療に使ってたとか、もうとにかく何を言いたいかっていうと歴史がすっごく古いの。昨日今日始まったものではない。美を追い求めるとか不老長寿を求めるとか、そういう方たちにとってはプラセンタっていうのはすごい強い味方だったんですね。それもそのはず、プラセンタっていうとね、胎盤ですよね。小さい小さい一つの細胞が細胞分裂をずっと繰り返していって人の形を作るんですね。それを育むのが胎盤であって、その胎盤の中にはですね、もうギュッとした栄養素もそうだし、成長因子っていうんですけどね、そういうのはグロースファクターたちがもうギュッとありとあらゆるものが詰まってるんですね。美容に良くないわけがないんですよ。すごく更年期の症状がきつい人はもう注射とか打っちゃった方がいいと思うんですが、すごく楽になると思いますね。病院の先生と相談してやっていただきたい。注射まで打たなくても予防のために、美容のためにっていうので飲む方がいたとしたら、量がたくさん入っているものを選んで飲むべきです。粒よりはできれば私はドリンクの方が効きはいいと思ってる。更年期の症状緩和だけじゃなくて、体の中からの水分量が上がったり、乾燥しなくなるとか、ほんと疲れなくなる、よく眠れるとか。プラセンタがいいのはね、男性にもすごくいいんですよね。男性も更年期の男性って実はあるそうなんですね。男性にも、そういう男性にもすごくいいんですよね。元気になる、そういった元気の源みたいなところがねあるかなって思うんですね。こんなに疲れるはずじゃなかった、こんなに気分がイライラしたりとか落ち込んだりとか、やる気がなくなったりとか、寝ても寝ても疲れが取れないとか、そういうのっていうのはね、みんなが通ってきた道なんですよね。大なり小なり、私もその時期を通ってきた。軽かったですよ、軽かったけれども、どうしても頑張れない、明日からもうお店はやっていけません的なぐらいの元気のなさとかね、何をしてもなんか悲しく感じるとかさ、いろいろあるんですよ。女性って本当にね、いっぱいいろんなもの背負ってる。だから少しでもね力になりたいです。私もし気になってる人がいればお病院に行くのもよし、プラセンタの注射って一つで難があるとすればね、病院でやるプラセンタの注射って人の胎盤を使うんです。ドリンクは人の胎盤使いませんよ、もちろん。でも注射はそうなんですね。輸血とか献血とかそういったものがねできなくなるんですよね。それの誓約書を書かされるっていうのがあって、ちょっと抵抗がある人もいるかもしれない。ない人は病院の先生がそれを治療でやりましょうっていうならね、やって楽になると思いますし、そこまでいかないでも美容と健康と更年期に備えてプラセンタのドリンクちょっといいのが飲みたいなって思ったらですね、もうぜひ聞いてください。私たちプラセンタもいろいろなものを試してきていますので、信用しているものをですねおすすめすることできると思います。はい、というわけで今日は40代に突入したあなた、これから起こる変化っていうものを慌てず受け止めてほしいっていうのと、みんなが通ってきた道、少しでも楽になる方法っていうのはねあるので、それを知っておくっていうね、そういった心構えね必要だと思いますのでお伝えしたいと思いました。こういうお伝えの仕方はですね、あんまりしたことなかったかもしれませんね。今までお肌のことばっかりですので、お肌のケアっていうものもね40代に入ったらしてほしいなとか、やめてほしいなっていうのもありますので、またそれ動画で撮りたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で、では皆さんおやすみなさい。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。